皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。今回は車両紹介ですね。はい、はい、販売する車両の紹介をしていこうかと思います。はい、はい、でもう見えてますね。見てますね。はい、ジムニーですね。うん、ちょっといいのが買えましたので、はい、はい、ここに来てね、おかげさまでうちの在庫のジムニーも続々とご契約いただいておりまして、はい、足りなくなってきましたのでこちらちょっと補充しました。はい、でですね、これ新車じゃないです、中古車です。中古車、はい、はい。一応令和4年9月登録、去年ですね。はい、去年ですね、はい、のジムニーの XC でマニュアルになります。はい、はい、で外装色が黒ですね。はい、で見てはいただいて分かるのはやっぱタイヤ、はい。これはうちで新品で買いました。はい、はい、取り付けました。前のオーナーさんが多分社外品かなんか履かれてたと思うので、はい、うちはこのサイズがいいなと思ったので、ジオランダー、ね、あ、横浜じゃん。そうなんですよ。こうやってたオープンカントリーはよく見ますけど、うんうん、横浜のホワイトレタ、ジオランダーのオールテレインいいですね。でサイズが18585なので、うん、前回モンスターとか取り付けたものと同じ、うんうん、サイズですね。やっぱこれ一番あれいいんですかね、サイズ的には。タイヤもいいですね、オールテレイン。それでですね、今回一番の魅力なのが、まあ、見てもらって、はい、違和感ないんで皆さんノーマル車両車高かなって思われると思うんですけど、この辺のタイヤの隙間とかを見るとそうですね、高くないんですよ。はい、ただ実はこれ車外の足回りが入ってまして、はいはい、奈良の津田レーシングさん、はい、っていうところの、ごめんなさい、僕らの勉強不足であまりこう、ああ知ってる知ってるってところはなかったんですけど、はい、調べれば老舗の、そうですね、ショップさんらしくて、はい、後ろから見ると一番いいかな、はい、バネはもちろんご自身のところで作ってらっしゃると思うんですけど、何がすごいってショックアブソーバーがビルシュタイン製、はい、ビルシュタイン、すごい、よいしょ、とマフラーも津田レーシングさん、これもですね、うん、そうですね、マフラーも、これが最大の今回この車のセールスポイントですね。おで口コミ見てるとすごく乗り心地が良くなったみたいな口コミがすごかったので、はい、これちょっと通好みかなと。そうですね、リフトアップしてるジムにもかっこいいですけど、うん、まあ、純正ぐらいのサイズでちょっと他と変えたいんだって方なんかは、うんうん、いいかもしれないですね。そうですね。じゃあ、あとは車内ですか。はい、車内も結構、うん、あと装備が、うん、もう全部ついてますね、はい、基本的に。やっぱマニュアル人気ですね、ジムに、うん、やっぱりね、うん、このぐらいのサイズ感だったら運転楽しみたいっていう意味では、うん、マニュアルちょうどいいんですかね、うん、ある意味ジムニーがほら、ある意味振り切ってる車じゃないですか。家族全員で出かけてっていう、ちょっと乗り心使い方ではないので、まあ、趣味性が高い車になっちゃいますんで、そういう意味では割り切ってマニュアルっていうのはいいのかもしれないですね、はい、うん、で実際ね、林道だとか、そういうとこ行く人もやっぱりマニュアルの方が運転しやすいでしょうから で、ね、でレーダー一回ちょっとエンジンかけてみましょうか、うん、ドライブレコーダーナビ ETC アルパイン、うん、あ、ルームスマートルームミラー、あ、もうそうですね、で運転席周り結構いろんな、これレーダーですか、うん、レーダーで、ちょっとドラレコも前方のドラレコと、これ後方のドライブレコーダーですね、うん、そうだね、はい、常時見れるように、はい、もうつけるものない、ほとんど ETC ももう前のオーナーさんつけてる、ね、2.0、うんうん、でそうですね、車内のもう、ね、ドリンクホルダーもちゃんとついてて、そうですよね、
すごい。これだから気に入る方はすごくお得な、もう作る必要がない。はい。いいじゃないですか。足回りもやってて、マフラーも変えてますからね、うん、ほぼほぼないですね。そうだね、はい、ただ純正ですけど、このスズキ のこれもやっぱ好評ですね。そうだね、これつけたいという方がよく聞きます、うんうん、いいじゃないですか、いいじゃないですか。かっこいいな、これ。かっこいいですね。だからあとはもう好みの問題で、はい、やっぱり2インチぐらいいつも上がってるような、あ、これこれリフトアップが好きな方はそっちらでしょうし、はい、でこういうふうにこう通好みというか、車高もそこ乗り降りも大変だからとか、乗り心地が良くなってる方がいいなという方であればすごくお勧めしますし、うん、いろんなパターンでね、うちもご提供できればと思いますんで、はい、なんでとにかくあの扱ってて思うのは、うちはあのお客様にもちゃんと言ってるんですけど、ジムニープロショップではないんですよ、はいはい、あのこういう形が好きなだけであって、はい、あのなんでガツガツいじった感じ ではないんですけど、まあ、ただやっぱりね、まだまだ新車納期かかってますから。そうですね、はい、ただ一時のねバカみたいなこう新車価格超えのっていうのは少し収まってきたんですけど、うん、依然中古車市場はやっぱり、まあ、高いは高いので、まあ、その中で、自分好みに合った、ノーマルももちろんいいんですけど、うん、こういうふうにちょっと手を加えて、なんていうんですかね、趣味性が高くなりますけど、こういう車選ばれる方非常に増えてらっしゃいますので、はい、もういろんなお店見ていただいて、吟味してもらって選べばいいのかなと。そうですね、まあ、こればっかりはあのご縁ですんで、はい、はい、実際ですね、今のお話でもこう新車を購入してカスタムするっていうのも楽しいですけど、うん、やっぱこうやって出来上がりのものを実際見て、うん、あの見て触ってというか、そうだね、はい、の方がやっぱイメージ湧くと思うので、うん、できるまで不安っていうよりかはもうできてるんでってことで見てもらって、そうですね、はい、で何がメリットかと言いますと、もちろん中古車になっちゃうんですけど、ご自身で新品買って組み立てるよりは絶対安いので、そうですね、はい、もうできてる方がお得感は出てきますので、その辺もいろいろ考えて、はい、でうちのお店としてはあのその場で決めないでくださいってなるべく言ってますそうですね、考えてください、そうそうそう、いろんなお店見てもらって、はい、その中で一番いいのっていうのをお勧めしてますんで、はい、まあとはいえね、来てパッと買われる方ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、あの安い買い物ではないので、じっくりご検討いただければなと思います。はい、もう間もなくでもこれも販売スタートできそうなので、あ、本当、多分こう、そうですね、動画アップした時には掲載できてるかなとは思います。楽しみだ。ちょっとね、中古車一点物になりますんでね、はい、まずこれが売れてしまえばまた違うもの持ってきますけど、あのこればっかりはご縁物なので、気に入った方はあのご検討いただければと思います。はい、はい、そんなところでしょうか。はい、はい、じゃあ今回はマニュアルジムニーのご紹介でした。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。